ンミョン。あ、三人綺麗だって。なんで読めんの？え、なんで読めんの？読めるよ。韓国語読めるんで。すげえ。それもっといい。すごいよ。三人綺麗。すごいことよ。え、違う。韓国語で。ヨップニーサン。すごい。すげえ。すごいやん。これで韓国語できるって言っちゃったからさ、あの前になんかイベントあったじゃない。あーあったね。韓国のそれでなんか韓国語喋らされる。え、しかもこの前もスタッフさんに韓国語喋れますかって。そうだよ。じゃあ喋れますか。勉強まだしてますか。じゃあ動画撮ってもいいですか。ありがとう。古澤さんってまだ勉強してる。可愛い。可愛い。え、そうなの。初めて知った。まだいないのに。いないのに言ってた。ねえ。いちごの。そう、5人距離近くマジャヨカオのイチゴとゴミョンエヨカップルティーカップルティーじゃない。夢ランマナランとアオランニダ。それはです。だからまだ終わってないです。帰りランヒノニダニダやった。ニダニダ自己紹介する。じゃあアンニョン。アンニョン。ゆめらん、ちょぬん、ゆめらん、まならん、あーらん、ちょぬん、かいりらん、ひのらん、にだー、にだー、かむにだー、ちょぷた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 グローバル化してる。 Thank you. チャルプタハムニダ。お久しぶりです。チャプタハムニダ。ガチで結構読めるじゃん。ヤンニョムチキン。あ、違う。ヤンニョムチキンニダ。イルボンサラムニダ。サラムニダ。ヤンニョムチキン大好きって言ったけど、サラヘっていうの。ヤンニョムチキンサラヘ。飲むチョアヘよ。飲むチョアヘよ。なんで入ってるすごい。キムチにだーっていう。キムチにだ。キムチです。アニハセヨ。すごいね。すごい。めっちゃ広いコメントあるよ。ね、わかる。マナちゃんは日本語よりも韓国語が上手だ。そんなことありきないか。上手だよ日本語も。お金受せよだって。お金受せよ。お金ちょうだい。ええ。何ウォン、何ウォン、ハナウォン、え、ハナウォンっていう態度でかね、ね、一発芸一発芸もやばい。ウォンの時はさ、ハナウォンっていうの確かに取らなきゃ。ウォン、ハナウォンっていうの。あ、いいよ、言ってて。お金そうじゃない。ハナ、トゥ、セ。それしか知らない。今日ね、公演初日、私個人的初日でした。あ、そうじゃん。どうでしたか。あおちゃんもね、新しいポジションをMC してる。わかる、MC これ。まだ公演の続き。そうです。ティーカップありがとうございます。ティーカップっていうの。え、違うの。まだコーヒーって言ってた。え、私食器って言ってたかも。食器でもね、あのね、ガチなんですよ。多分ね、コーヒーじゃない。コーヒーのギフトあるじゃん。紅茶でしょ。紅茶だよね。みんなじゃあそれぞれということでいいよ。難しいよね、たまに分かんなくなる。韓国招待するときに事務室に連絡します。オフィスで断ったら招待はできません。どういう話。でもこれ和訳してくれたの。あ、そういうこと。カムサハムニダ。カムサムニダ。かわいいよね。指ハート。キヨウ。キヨウ。うちらキヨウ。キヨウ NGT。キヨウ。こんばんは。斜めの訪問です。配信頑張ってね。ありがとう。あおちゃんにポジびっくりだって。嬉しい。そうだよ。みんなね、びっくりだよ。それぞれヒノがあのさやはもともといたとこで、で、あの私葵。青の高木春がいるみたいな言われてたんだけど、あ、そういうことだ。あ、言われてたのか。そうそう、言われてたのはそうだったんだけど、あね。そう、でも青がまさかのね。まさかのね。ね、頑張って。だってあなた卒業するんでしょ。そうだよ。本当に。そうそうだよ。そうだよ。そうじゃん。可愛い。可愛い。とバラ、ありがとうございます。だからね、でもね、覚えてくれたから。でも逆に言うとまた誰かの。わあ。確かに。はい。あの。反抗心がすごいから。マシモさんすごくあのお腹空いた。分かる、お腹空いた。え、分かる。うどんまだあるかな。お腹空いた。あるじゃん。ないよ。食べなよ。うん、あったと思う。急がないとね。ちょっと名前だけ見ていい？こんばんは。よっ。
な正解。自主練。自主練。うん、自主練。そう。そうですね。でもちょうどなんかさ、青がそのは青とは春と日野とで、まあ、何日かリハできたんだけど、その青が言ってくれたから、春がその青から直接聞いて練習できたから、すごい効率は良かった。え、なかったの？言えられてた。ああ、遅いからね。やりますかって。ちょっと出たい。言ってみるわ。言われ取りすぎた。うん、つけてなかった。ありがとうございます。どうぞ。青ちゃん目が好きです。ありがとう。なんか青の目いいよ。分かる、なりたい。青。家族みんなこの目。みんな青揃いなの。けど青のさ、この昨日かなんかにインスタ載せてたけど、あの写真やっぱ好きなんだよね。どの写真？ちっちゃい頃の。あ、それそれ。あ、それね。まだ個人的にもらったことある前。違う、送ってって言うから。そう、だからもらったんだよ。あんまいないよ、人の幼少期の写真欲しいって。でもな、はるかのも保存した。はるかの可愛いよね。メンバーの幼少、え、見すぎ。え、あれ可愛いよね。可愛い。なんか育てたくなった、あのはるか。めっちゃ可愛かった。夜で、うん、そうです。こんばんは。メンバーの、だって夢のも保存したじゃん、まだ送ってって言ってさ。いつ？え、前だよ、なんかなんか気まずそうな顔で、え、覚えてない？一人忙だったの？いや、なんか多分兄弟と撮ってたんだけど、夢のところだけ切り抜いて撮ってもらった。記憶ない。マジ？なんかメンバーの幼少期の写真見るの好き。好きなの？あ、レイナのランドセルも可愛いね。え、可愛い。めっちゃ可愛い。カホのさ、カホのさ、あ、待って、私もそれもらった。やつもらってる。え、めっちゃ持ってるんだけど、まだメンバーの幼少期の写真。いつのだっけ？いつの話のやつ？分かる。何で？幼少期だって。ちょいつもらったか。めっちゃ昔の話？いや、ここ1年って感じ。カホ、カホのはそう。何の時だか忘れてた。みんなもさ、ちっちゃい時があったんだね。当たり前でしょ。それはそうでしょ。あ、充電されてない？うん、あ、刺さってないんじゃない？これができてない。あ、まるちゃんの幼少期はお嬢様だって。私の幼少期ですか？お嬢様だと見たいですか？いや、お嬢様じゃない。お嬢様じゃない、お嬢様になって今。あ、お嬢様になる。幼少期か、何してたかな。あ、めっちゃ覚えてんだよね。ま、おいしそうな記憶あんの。やば。すげえ。一番最高で、いつだろう、記憶あるの。もう2歳からだ。一番最高の記憶は、ヒノの、ヒノの知ってるよ、入り家でして。マジで？いや違う、それはね、何も覚えてないな。なんか、あの、本当断片的な記憶でしかない。わかる、そうそうそう。2歳の記憶って何？あの、具合悪くなって、途中で保育園からパパが迎えに来たっていう記憶。えぇ、すっごい具合悪くなって、幼稚園ポカリ飲んでた記憶。そういうの。幼稚園からしかない。もう幼稚園めっちゃバキバキに覚えてる。すげえ。わかる。なんか文化祭で何作ったかも覚えてる。美味しい。幼稚園で文化祭。どう作ったの？いや、なんか全部ね、ツッコミもらって今。なんか蝶々作ってたつもりなんだけど、人と被ったから先生に、あ、じゃあこれがですって言って。かわいそう。私はね、がわかりしたの。かわいそうすぎる。すごいね。でもさ、アイドルになって覚えること増えたから、昔の記憶から減ってくんだよね。あ、え、わかる。なんか高校の時とかはどんどん減ってく。やっぱ決まってんだ。決まってるでしょ。決まってんだ。え、だからマジでさ、人のなんていうの、活動前にの人間の名前、顔全部忘れてる。え、わかる。あの、クラスの人の名前がわかんない。え、確かに。ちょ、マジわかんない。仲いい人しかわかんない。そう、一緒にいた人ぐらいしかわかんない。確かに。先生の名前もあんまわかんない。確かに。それはね、先生も覚えてない。今、小学校からフルネームで覚えてる。え、あ、小学校ぐらいなら覚えてる。多分覚えてない。中、高校だね、高校。え、フルネームで全部書ける。書ける？え、少ない？まだめっちゃ多いわ。どういうこと？メンバー。メンバーじゃない。え、何クラスだった？あ、先生、ミカさん。え、少なくない？何の時？小学？ずっと。あ、ずっと。中学も？うん。中学に6組。少ない。私も5、6ぐらい。中学。中学？人口が。人口そう。私は人口多い方なんで。あー。そうなんだから、やっぱ少子化だから。少子化？ごめん。あ、呼んだった。東京なのに。東京だから。東京で少ないの？いっぱい学校あるの？わかんない。確かに。うん。基本分かってる。学校の数多いって聞くよね。もうそう。だって大、なんとか第二小学校とかいっぱいあるじゃん。地区ごとに。そういうことね。知らない世界だ。え、みんなと同じクラスになってみたかった。やだやだやだ。絶対うるさいよ。
ね、え誰といるんだろうって考えて、まあ多分サーヤとか、分かる、合わない気がする、誰といるんだろうって、全然趣味合わなそう、あ合わないかも、日野はユナコだと思うってこの前話した夢と、意外だったけど趣味が合う人だから、うん、あー確かに、ナナミ、え待って分かる、私もナナミといそう、趣味合う人、あー確かに、え合う、多分誰とも仲良く合う、多分みんなになんか広く浅くな気がする、あ、うん、はるか、あ春はありえる、ああそうね、うん、まあそうだね、あテラヒナは絶対、あ、うん、あそうだね、趣味も合うしね、趣味、うん、まっちゃん眠いんです、寝るも眠い寝ないで、今日眠い、なんかうちら今日さ灰色じゃん、あ白だった、ごめんごめん、これも灰色、えっとそうだうちら灰色、そういう意味ですけど、今日灰色、なんかこれと白っぽいだ、うん、なんかさっきさっきよりだったまだ臭くないな、ちゃんが一番小さい時で覚えてる記録的事ことあるこれこの前も話したの、これ中のモコモコぐらいも一緒、年中3か年少3の時に歯が抜け、あ私今までで一番昔の記憶ね、うんうん、歯が抜けたの、うんうん、初めて年少3ぐらいの時、早いね、早いのよ、で歯抜けることなんて知らないから当時、知らなかったの？年少さんだよ。あ、じゃあクラスで初めて抜けたってこと？その分からんけど、周りにそういう人がいなかったの。どうしたらいいか分かんなくて。抜けた？抜けたの？もう歯取れて。先生、可愛い。先生追いかけ。よく覚えてるね。みたいな。先生なんて言ったの？覚えてる覚えてる。でもそこまでそのね、びっくりした。めっちゃ驚く。覚えてる。確かに、うん、歯抜けてたな、ね、歯抜けたね、あ、うん、あ救急車運ばれた記憶、なんでなんか、うん、親戚かなんかの運動会に、うん、ママも後々そこに通うことになる幼稚園だったんだけど、うん、応援しに行ってたの、うん、多分立ったばっかなのか分かんないんだけど、うん、なんか椅子に座ってたの、椅子に立ってたんだ、うんうん、椅子に立って応援してたの、そして後ろに倒れちゃって気を失って、でもね、あのね、泣きすぎて気を失うこととかあったんです、泣きすぎて痛みじゃなくて気を失いやすくて、危ない、で救急車運ばれて記憶めっちゃある、気を失ったけど記憶あるんだ、気を失、あ、あるの、あ、そう、倒れた場所も覚えてるの、うっすらなのかな、そう、倒れた場所も覚えてる、すごい、人間のね、記憶って面白いから、面白い、何も覚えてないの、最後の記憶さ、幼稚園年少さんぐらいの頃にさ、なんか桜の絵があって、そこにめっちゃ霧、うん、え、あー、そんな好きだよね、ちぎって貼るやつ、そうそうそう、なんか最後の記憶、かわいい、かわいい、だね、かわいい、見たよね、めっちゃ覚えてる、いいな、あ、なんかバレエとかプールとか、うん、なんか習い事、うん、なんかなんで始めたか全部きっかけ覚えてるもん、すごい、きっかけ私何やってたかも覚えてねえわ、習い事、そんなことある、習い事、あ、でも実は私プール一番最初、マナもやってた、ね、私喘息持ちだったから、あー、よくプールするといいっていう、あ、そうそう、プール、喘息、親子プールみたいな、あー、あとなんだっけ、親子プールはやってない、その番やってない、英語、え、塾系は行ってないんだ、行ったことなくて、ピアノやってた、ピアノやってた、歌ダンスか、じゃあ、ダンス、じゃあ次、タップダンス、あ、でもね、ダンス、タップ、あ、待って、そう、タップダンスシューズみたいなの履いてた、ミュージカルの子ってタップダンスやってるイメージ、あ、そうなんだ、結構ね、やったことあるんだよ、ダンス系、バレエ、ジャズ、ヒップホップ、そう、タップダンス、いや、タップダンスっぽい、ヒップホップっぽい、できない、ね、もうちょっとね、いっぱいできるようだったらさ、披露でしょ、ね、確かに、なんか特にまだできるけど、いやでもなんかさ、タップダンスってむずくて、なんかその技とか じゃないというかさ、うん、なんかこうその今できないけど、うん、こういうさ、なんていうの、うん、こういうつま先のとなんかだから、うん、そうそうそう、なんかねむずいよね、うん、えー、なにこれ、チョコ虫だよ、ありがとう、チョコ虫だ、ありがとう、何やったことあるっけ、お花、ありがとうございます、覚えてないな、お星様、ピアノの記憶めっちゃある、だからピアノの記憶はめっちゃある、なんかピアノね、もう1年間ママに止められてたの、年中なんで止められてたの、なんかママ大変だからって、1年間言い続けたらできた、
へー、そうなんだ。やりたかったな自分で。そう、めっちゃモチベ高かった。ピアノモチベ、ピアノモチベ。私バレエがマジで死ぬほど先生と合わなかったんだよね。バレエの先生ってでも大体怖くない？怖くない？怖くない？そうなんだ。え、やってたの？結構注意してなんかなんぼというか。え、そうなの？されて、しかも容赦なく開いてこない。そう。めっちゃ痛かった。あなたはこうよって。どういうこと？あなたはこうよって言われて。なんかでもそういうこと？バレエか。そう、注意されて治るみたいな。今の上、今虫が歩いてた。え？すごあ、あるよね。このアリス仕様ね。え、ここはマナ以外バレエ経験者。え？本当だ。まだもマナやったことないバレエ。多いよね、めっちゃ確かにバレエ多いね。だから、渡り鳥の MV とか見たら分かりそう、うん、経験者。どうしたこれかな。めっちゃ分かると思う。でもあれさ、靴がさ、え、そうなの、痛すぎて、もうバレエとかもそういう話じゃなかった。あの薄かったね。それこそ君のニュースとかはさ、あれバレエ経験してたら踊りやすいよね。はいはい、うん、海に落ちてね、聞いてなかった。本当だ、洗濯機ゆうたしとかで。え、ハト、いいじゃん、モノマネ、ハトが飛ぶ音。まあ、この服着てなきゃできない。そっか、そっか、マナとお揃い。違う、そうだよ、マナね。そう、バラありがとうございます。猫だ、ありがとう。追っかかってる、ラスベガス。ちょっと体重乗せて。あ、ね、今さ、追っかかってでさ、思い出したんだけど、あなたさ、マックス時315号のイントネーションやばくない？行ってみて、せーの。マックス時315号。違う違う、今合ってるじゃん、うん、じゃあ昼公演の曲振り、うん、え、昼、うん、どうだった、思うのかな。え、すごい。で、カイジさんいつも、え、すごい、トランプ、トランプの、何、どこに置いてたの、どこだっけ。マックス時、聞いてください。マックス時315号、15号って言ったのかな。15号、そうよない、15号、315号、マックス時315号。なんかね、違ったんだよね。もっと違った。 DMM で見よう。後で確認する。マックス時10、なんかね、マックス時315号。マックス時じゃない、あ、マックス時違う気がする。え、そんなことある。315号。 300? 違う。3は3。315号って言ったのかな、わかんないけど。315号。でもね、15号、ありえそう。315号。そう、あの、で、あ、変わったら見てみて。なんか、ま、マジでね。お昼？昼。わかりました。え？と思って。皆さん見てみてください。すっごい気になっちゃった。ごめんなさい、アーカイブでチェックしてください。おもろい、おもろかったんだよね。これはまだ、でも、帰りするとこあるからね。ね、イントネーションね、違った。いちご、いちごでしょ、いちご。めっちゃ新潟でしょ、カレー。カレーってさ、嘘もん。めっちゃ新潟のさ、カレー。ルーだけを表すときカレーなんでね、多分ね、おばあちゃんと住んでるからかもしれない。そういうこと。あ、そうなんだ。そう、二世帯なんだけど、まあ、別なんだけど、同じお家ではあるから。そうなんだ。一緒だ。そう、そうなんだ。そうなんだ。え、あーねって言う？え、あーね、学生の頃は言ってたけど、今は言わない。わかる。ファンの方にアーネは使わない。使わない。なんかアーネだっけ。でも誰か使ってた。誰だろう、わかんない。青、青使ってない。アーネ。わかんないけど誰か使ってた。アーネ。アーネ。でもアーネって方言らしいよ。らしいよね。そう。なんかね、これね、埼玉なのよ。なになに、埼玉の？方言なの？すごいじゃん、埼玉。え、そうなの？とどろかせたんだ。そうそう。すごい、全国に。なんか、昔、なんだっけな、今調べてんだけど、ちゃんと。あ、偉いもそう。偉い、え、あの、偉いね、今日は、偉い疲れた、今日は、あ、そうそうそう、あ、そう、偉い、偉いな、そう言わないよと思うんだけど、すごくみたいな。なんか大阪出身とも一緒だけど、埼玉もやるみたい。そうなんだ、すごい発祥。あーね、うん、あ、ああ、そうだね、という合図を略していったり。そやりかと思って、JK 語みたいな。わかる、わかる。それな、みたいな。JK の略。え、それな、方言。いや、え、それはな、は違うんじゃない。JK。その割にはめっちゃ身につく。ね、埼玉の方言にしたっけがあるよ。なんとかしたっけ、したっけ。したっけ、新潟に。したっけなんとかって言って。うん、でもね、あの、実際は、埼玉はそうしたらって意味なんだって。へぇ、違うんだよ。東北ではなんとかしたらだよね。うん、あ、そうだね、
いや、したっけさ、なんか違うんだって、なんか掃除もしたっけ、出かけようか、っていう言い方らしい。え、何気に何気にも朝行ったもらしいよ。あとなんとかじゃねも埼玉らしい。普通に使う、発祥がやばい、何そうなん、なんなんもそうらしい。すごいいっぱい書いて、ね、言い換える埼玉ってなんなん、いっぱい、なんかだから結構あのあれみたいだね、そのみんな起きて、はぁ、あ、一番でもそうだったじゃん。やばいよ、こんばんは、やばい、ありがとう、ありがとう、アンガ、止まらない、ごめん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 アンガと大事な眠れよね、埼玉の影響力強すぎる。いやまあね、言うてね、埼玉ってね、まあ都心の方ですか、夢死んだ、都心というか都心の、ね、煽られた、なんてなんて煽られた、埼玉はまあ都心の方ですからね、本物の都心がいます。みんなこんにちは、都心、まあまあまあ、みんなこんにちは、東京のことにはね、そうだね、ウィリオ東京生まれだから N ターン、あ、 N ターン、 N ターンしたもんね、稲城市生まれなんで、読売ランドですよ、あ、サンリオ読売ランドで生まれたん、違うよ、読売ランド誕生、わかる、ハッピーやハッピー、近くにあるものは読売ランドとか、わかりやすくサンリオピューロランドとか、地元行ったらマジですごい、地元行ったの、行ったじゃん、どういう意味、地元公表したじゃん、あ、そうなの、コンサートで、もう言ってもいいの、え、なんで公表したの、え、あ、待って、コンサートだ、あのツアーだ、コンサート埼玉会場の時に言ってた、でも、ね、そう、だからね、あのあそこを見たことない人は知らないんだよね、結局、あら、あれ以来公表して何か変わりました、いや、何も、心境の変化とか、心境の変化、うん、そうですね、はい、スイッチ入った、お疲れ、ありがとうございますチョコのバラもありがとうございます。でもね、なんかそのすごい大人の人が、先生、当時なんか小学校の校長先生とかやってた方がすごい応援してくださって、私のショールーム見てるって、先生、嘘、先生見てますよ、そう、それは嬉しいね、絶対見てない、だからさ、本当にそれこそさ、なんか応援大使的なのさ、ね、やれたらいいなって思うけどさ、確かに確かにね、眠起きて、あ、確かに眠いと暑いわ、まだ寒いもん、ポカポカしてる、ポカポカ、寒くないの、ポカポカ、すごくない、眠くないの、先生すごい、分かんない、なんか体の水分が全部抜けてる、そう、水分がすぐだって抜けてる、汗かいて、あ、そういうことね、え、みんなさ、この声の中で何の曲が一番好き、二人乗り、二人乗り、二人乗り、あ、じゃあ違うのにしよう、ユニットなしで、全体曲で、全部、まだ全てに置いて、あ、どうせよ、一部二部、あ、じゃあ一部の中で、まあもう4曲しかないけど、待って、一部の全体曲、うん、2部決まった、一部の全体曲決まった、え、何、4曲しかない、待って、はい、決まった、どういう観点においてもう好き、お気に入り、お気に入り、せーの、君のニュース、おぉ、君のニュース、迷った、君のニュース、迷った、あなたの香りはいない、優しさに甘えられない、君のニュースと迷った、すごいみんなやっぱり、君のニュースと迷った、なんか踊り始めてから君のニュース好きになったもっと、君のニュースいいよね、痛みに泣きそうになる、え、わかる、なんかボロくなる、なんか君の君落ちたびれた、泣きそうだった、わかる、じゃあ2部は、待って、決まった、決まった、決まった、曲はさ、なんだっけ、思い出せない、思い出せない、レッツゲット、レッツゲット、その汗は見守り待ってるぞ、あれは今は左のね、あ、左の自転車、待って、聞いただけでした、ちょっと、あ、思い出した、いいよ、せーので言える、言える、はい、言うよ、ちょっと待って、ちゃんちゃちゃん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 、はい、言えました、いっせーので、暗闇、二人乗り、その汗、二人乗りだ、暗闇、その汗、あ、分かる、その汗も悩んだ、その汗も、あの、つらつらつらい、あ、分かるよ、え、でまだあの2曲は辛くないんだけど、あのさ、あの見どもりでさ、みんな結構さ、分かる、あの2曲で体力削ぎ落とされて、からの4曲、からの、もうケレッケレになる、ケレッケレだよね、どの曲もいいけどな、もうね、くまさん、ありがとうございます、いいね、ありがとうございます、ハートもありがとうございます、
ティーカップありがとうございます。今日ヒューコン行きました、ありがとうございます。お腹すいた、すごい、なんかピンクのイチゴのセットありがとうございます。ティーカップありがとうございます。本当だ、あのクリンチの街夜動くよ、知ってる。二人乗りはいいですよね、あの曲いい曲だね。二人乗りも泣きそうになる、初めてときめす、二人乗りも泣きそうになる、うん、二人乗りってさ、どういう系の曲、すごい嘘でありがとうございます。切ない片思い系、なんか儚い声だよ。何考えて歌ってんの。本当だよ、だって泣きそうっていうかどういう歌詞だっけ。切ないからだよ。ハートありがとうございます。わ、芋虫ありがとうございます。でもなんかそう、そういうパート多いよね。そのやっぱさ、ファンから見たアイドルっていうのと似たような、儚い恋、うん、なんか別に恋とは言わないけど、でもあのなんていうの、なんかさ、なんか切ない、僕は思ってるけど君は別に。でもさ、そういう切ない曲ってやっぱ来るよね。来るか、来るよね。確かに確かに、おうちゃん卒業しちゃうしね。切ない、48史上一番ラブラブな曲ってどれ。ラブラブ、幸せを分けなさい。え、そうなの。どんな曲かね、結婚の曲とか。ラスベガスじゃん、ラスベガス。あ、確かに、あ、幸せの曲だね。確かにラブラブだね。ハートの独占権とかもなんかラブラブ。え、ハートの独占権、奪い合いじゃないですか。奪い合い、ダメ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 、なんでそれ。どうしたの、帰り。あれの状況はちょっと考察しがいがあるよね、うん、考察しがい、うん、あなたを結婚してありがとうございます。やばい、ファイヤー開くよ、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 青が多分こうやったから。そうだよ、絶対ほこり舞ったからだよ。ごめんなさい、いや、美味しい、ありがとうございます。あー、ラブラドルネットリバー、確かに、あー、ありがとう、粉の色美味しいよ。何、あ、まだの今の心配してるよ。そう、面白いな。アメの動物園、いいね、久しぶりに聞いたわ。お菓子食べるのか、うん、なんか話したっけ。さ、みんなさ、青がさ、カホのポジ入ると思ってなかったじゃん。だからさ、突然の青ちゃんの結婚だったじゃん。あー、突然だ。みんな嬉しかったでしょ。お、実はあれちゃんとやったの初めてだった、ラスベガス。え、もう一つ何、祈り、うん、左腕でしょ。一緒に一緒に出てたよ、すごい。タマありがとうございます。どうして、ありがとう、なんで、なんで、なんかメイドさんのタワーありがとう、メイドさん。なんか最近タワーのバリエーションがすごい、ジッパーもラブラブかも。あー、え、この絵さ、え、ちょっと言っていいのか。なに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 、衣装でさ、衣装から服に着替えるときに、うんうんうん、犬で、え、わかる、やってた、まあ、見た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 、あれじゃん、プレイリストの収録の時でしょ。本当になんかおもただなって思った。プレイリストの収録で終わって帰るよってなって、着替えようってなったんだけど、みんなで一緒に着替えるから、その衣装さんが下げるの、あ、足りなくて、そのジッパー下げて脱がすのに、うん、で、だから青がもっとーそう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 、あ、そうやってた、ジーパーっつってさや言ってた、おもろい、カルカもやってた、リカさんに睨まれた。なんでだよ、申し訳、リカさん、リカさんめっちゃ冷たそうな目でこっち見て、なんかすいません、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 リカさん、これ生き延びしたの、違う違う、あ、そんぐらいだったの、あったな、かわいいよね、かわいい、微笑ましいわ、それ。あ、みんなニコニコになった、笑ってなかったよ、ニコニコだよ、ニコニコだよ、めっちゃ面白かった、ニいいよね、ハートありがとうございます、ハートありがとうございます、ね、真似しないでよ、バラありがとうございます、ありがとうございます。なんか可愛い曲マジでやったことないんだよ。あ、まだか、確かに一回見たことないでしょ、私がさ、可愛いアイドルやってる。え、なんかさ、前やってなかった、あ、ガラス前
I love you ぐらい。あ、それだ。何が？え、カラスの愛だ。アイドル曲マジでやったことないって話。ありがとうございます。流れ星とかやってなかった？わがまま。わがままな流れ星。あれは？ひのちゃんの羊はもう無双してるから一生歌ってほしいもん。あれ可愛く歌うのどうやったの？いやあれは。じゃあオーガセンターやるわ。やって。いいね、楽しみ。通報のふりはないが。やったことある？ない。あれちょっと難しそう。羊まあ覚えちゃえば。ひのちゃんの天使のしっぽ。なんかさ、ひなってさ、ウォーホッホーって歌わない？おお、ほほ、あ、合ってる。なんだよ、そうなの？それが合ってたの。そうなんだ。そうだよ、やっぱ忠実だから、ひなちゃん。忠実、忠実、忠実。あたりやすい。歌詞で、おーほっほーって書いてある。おーほー、おー、びっくりマーク。ほー、ほー、ほーみたいな。なんかそ、私もそうなんだ。いちお、いちお、いちお。おー、いち、いちお、いちお。そう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 。だから急にひっくり返るよね。おーほー、ほー。かわいい系、やってみたいな、一回ぐらい。なんか、天使の尻尾とか似合うか。かわいいわ。天使の尻尾。ひなちゃんは冷蔵庫を覗いてほしい。覗く？覗くだけ？え、でも今だから言える話だけど、一番最初に、あ、一緒だったね。うん、ここに乗っかって見分けられてたの一緒だった。そうそうそう。え、まだ一緒とかだったの？まだ左で、まだ今と一緒だったよね、ポジション。え、そうなの？もう一人いた。ポジションをね、それぞれ。え、斜めだ、斜めだ。え、斜めなんだ。違う、ニキバージョンの時。ニキバージョン。全然覚えてない。ポジションが決まってて、それぞれその、あの、いわゆる何、研究生アンダーというか、そうそう、チーム G の、あの人たちが出るポジションを、サポート枠、そう、サポート枠を それぞれ割り当てられてて、でそれが私もともとつぐちゃんがいたとこだったから、あ、一緒、めっちゃ一緒じゃん。そう、一緒一緒。左腕じゃねえわ、冷蔵庫、冷蔵庫やる予定だったの。もしだから踊れるけど、まあさすが覚えてないか。青さんの抱きしめられたら見たことないのでしたし、でもやったことある。でも青はちょっとあのね、叶わないかもしれないけど、青がいてリカさんとマリナさん、あ、最高。いや、これはもう完全な私のネタすぎるけど、いいね。そしたら見てみたい。マリナさんが喜んでくれた。見てみたいよ。そう、ね、懐かしい。なんかその当時のね、やったわ。冷蔵庫でも冷蔵庫めっちゃいっぱいいたのよ。だから5人ぐらいいたよね。つぐちゃんも出れるし、ちかなももともと入ってたし、あ、クラス青も入ってたし、あとそこに2人かな、私も含めミリーもじゃん。ミリーもそうだ、いたいたいた。ミリーとトモ、ね、ミリーとトモと私だったの。多いね、多すぎて。カホも冷蔵庫なの？カホ、カホ違う。あ、ラスベガス、めっちゃ覚えてる。そう、多すぎて、どう考えてもいや、いらんよ。だったらさ、ね、あの、もっとなんか別にさ、ね、それこそゆかさんのとことか、うんうん、あんだいなかったからやればよかったのですよ。ゲスとかじゃない？でも順序おしり、帰り、帰り怖い。ちょっとごめん、どうしたの？いや、めっちゃ目描いてた。描くなよ。めっちゃ上向いて目描いてた。映ってた？映ってる、絶対。ねえ、何してるの？私ショールームでさ、コンタクトとか外しちゃうんだよね。いや、でもそれ、あれ画面外でしょ。うん、画面見ながら、ショールームを見ながら、鏡ってこと、うん、みんな慣れてるかも。ひのちゃんのファンの人も、あれきや、いや、多分ひのちゃんもそんな変わんないよ。あ、よかったよかった、うんうん、ひのちゃんのあれだから、ペットボトル潰して、そう、私生活配信して、わかる？それ見た、なんかツイッターでさ、あれしてなかった、うん、あの、私普段配信でペットボトル潰し配信とかやんの。え、あと配信でドライヤーかけたりしてたの。何をするの？私生活を潰してんの。包み隠さず放送されてるので。そ、外カメで？そう、内カメ。何だ、外カメ、内カメ、違う。内カメでペットボトル、あ、ペットボトル潰しますって片付けしてんのよ。たまりがちだから、私が。いっぱい飲むから。いっぱい飲むから。もうこの頃に余裕がないとたまるから。あら、ありがとうございます。心に余裕がないとたまるから。うん。いや、ここマジですよ。心に余裕がないと、あの、汚くなっちゃう。まあでも心のね、あの、元気は体の元気だから、ね、みたいなね。そうそうそう。そうなんだ。で、それで、まあ、ペットボトルよく潰すから、この前ショールームさんの本社で、あの、千日記念配信あったじゃない。その中で企画でペットボトル潰すってやった。わざわざあのショールーム本社でペットボトル100、あ、1000グラム分。え？1キロ？
1000グラム1キロがね、ね、早くね、みんな1000グラム、でも2リットルの、ペットボトルが何本だっけ、30本ぐらい、40本ぐらい、そんなもんなんだ。それさ、そうそう、潰してさ、どんなリアクション取るの。わあ、潰れたー。それ、違う違う、シュールやん、シュールの、あ、シュールがいるか、そういうこと、シュールがいいの。ヒロシュール好きなの。好きそう、シュールの笑い求めてるよ。シュールの笑い好きなの。好きそう、好きそう、そう、わかる、あ、もう好き、え、そうなの。あ、持ってきちゃった、好きそう、食べちゃった、好きそう、今お腹鳴ってる、ね、わかる、お腹空いたしね、お腹空いた、意味がわからないよね、今意味がわかってない。それもなんかいいんじゃない、あの子ねえ、いいぞ、アイスあんじゃない、わかる、アイスあるんじゃない、夢が撮ってるアイスある、え、チュー撮ってるの、まだあるの。夢ってね、ためがちなんだよ、夢、夢って、ね、おやつもね、ためがちで、ね、隠す、絶対一番最初に隠す。でもなんか、私今日初日を迎えてちょっとね、落ち着いたの。おめでとうだよ。最近、あ、私歌唱力のユニット収録終わったんですよ。めっちゃ楽しみ、マジで楽しみ、早く聞きたい、めっちゃ楽しみ、そう、聞きたい。でも曲名って言ってるの。まだ言ってない、言ってない、言ってもいいらしいけど言ってないな。そう、じゃあここで夢が解禁、いや、夢言っちゃおうかな。謎に夢が、じゃあアンパンマンのマーチ、そう、言っちゃった。そう、でもね、ハモリを自分で作って、あ、すごい、あのね、一旅の前のハモリが良かった。あれやばい、わかる、聞いてないよ。え、でもね、レナに聞かせてもらって、あ、それ言ってるよね、組み合わせやってるよね、もちろんもちろん、今びっくりした、やばい、もういもういもうい、やばい、レナさんとやるの知らなかった。いや、レナさんと、え、レナさん知らなかったね、知らなかった、知らなかった、そうだよ、大丈夫、言ったんだけど今言っちゃって、あ、いいの、ね、5個の携帯でやってるけど、大丈夫、アップされてるから、あ、ま、あ、みんな知っちゃった。そう、一期二期三期で組んで、レイナさんとリリノと3人で、リリノ、リリノがね、すごく上手になってる、あら、めっちゃ楽しみ、そう、あとで聞かせるよ、聞く、そう、聞きたい。で、2月10日に放送で、うん、見てください。なんか14組中8人、頑張って、そう、え、8組優勝してほしい。まあ、だからマジで頑張れ、多いんだけど確率としては、でもマジで優勝したい、本当にお願いします、マジでしてほしい。あおちゃん、え、ね、だって3月2日だからまだいるしね、見に来た、見に来た、え、おいでよ、みんなでちょっと有給申請しよう、有給申請、有給っていう、有給っていう、まあね、この日オフで、うん、ハートありがとうございます、ひろちゃんの応援行くんで、いや、マジで全然見に来てほしいけどね、行きたい、めっちゃ見たい、もちろん感動したい、ね、分かる、絶対泣けるよね、感動したい、うん、感動したい、毎回さ、個人戦、まあ、今回ちょっとダメだったけど、個人戦で毎回一人ずつ、なんていうの、ゲスト呼んでて、うんうんうん、そう、それでやっぱみんなね、まあ、マジで泣いてくれるし、え、3月2日は何があるの。3月2日ユニット戦の決勝大会、ああ、セブとか、そうそうそう。どうぞ言ってください。何、どうしたの。今、おぼえさんはいないんですね、ちょっと言いたいことがあるんですけど。ここにコメント来た。何それ、ねえ、伝えておきますよ、わざわざ伝えておくよ、姉ちゃん可愛かった、葵ちゃん卒業式と被らない、それは大丈夫です。ツイッターかメールすればいいさ。青ぐらいになると、卒業式変えられるんで、日にち。青のために。すごいな、ならんなら、ね、公演とも前の方でみんなに来てもらうから、行きたい、ガチで行きたい、マジ、うん、え、ピアノの伴奏弾きたい。ちゃん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 、食べちゃいないとか、コーク初めて歌った。歌えるの、大丈夫、聞いたことねえ、よく生きてきたね、わかる、高校の効果、私もわかる、え、わかる、てか効果、あ、小学校しか覚えてない、ね、中学はさすがに覚えて、私、え、まだ小学校しか覚えてない、小学校、あ、中学思い出した、今新潟の小学校の効果覚えてんだよね、え、でも小学、福岡の小学校覚えてる、なんかね、妙に覚えてるよね、言ってみよう、でもあれだよね、ありがとう、心配してくれて、全部が心配、全部が心配、あの、なんとか小学校のとこだけ歌えるんだよね、大丈夫、それ言って、いや、大丈夫だろ、え、大丈夫、なんとか小学校、なんとか小学校、え、でも1でやばくない、やばくない、大丈夫、それなんとか小学校、皆さん聞かなかったか、もう今のはやめましょう、もうこれ以上やめましょう、はい、終わり、パッパッパー、パッパ
嘘ね。びっくりした。大丈夫。ね、ノリというもので新潟なんですよ。しかも全然大丈夫。あ、新潟も別に普通に言ってる。あの辺に住んでたよって。神どころ？違う違う違う。出来島の方。神どころって呼ぶ？神？あ、まあでもそあ神どころだっけ？ごめんなさい。なんでもないです。ありがとうございます。バラの花、バラの花、チョコのバラ、ありがとうございます。え、チョコ食べたい。おいしいチョコが食べたい。チョコ、なん、作ってくれるの？作ってくれるの？違う。いや、チョコ、さ、いや、もうすぐバレンタインだなと思って。なんだ？それは分かるわ。分かるわ。いや、あのね、この前、私の、その、まあ、友達、女の子の友達が、今、その、パティシエ見習いをやってて、それでさ、なんか急に LINE でチョコの箱詰めいるって言われたの。食べたい。いるっつって、それでもらって。どうした？食べたい。いや、ちまちま食べてるんだけど。私あれつまり手作りなのかな。そういうことだ。ちゃんと確認してないんだけどさ。私の写真見て。方から見たい。ってことは。見たい。てかさ、え、なんでさくれる予定もないのに私たちの前話したの。それであげるよっていうのかと思ったらさ、ちまちま食べてる。それってって。これみんな怒っちゃう。すごい。なんかもう売ってるレベル。これちなみにもう一段あるの。え、すごい。なんか色ついてる、ね。これも手作りってこと。え、わかんないんだけどさ、手作りか聞いてみよう。いや、でも買ったものわざわざヒノにさ。そうだよ。作らない。パティシエの友達欲しい。パティシエ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 見習い。ケーキ屋さんの見習いやってるかな。なんかアニメなかった。あったかも。夢色。あ、パティシエル。あー、いちごちゃん懐かしい、大好きだった。懐かしい。いたチョコ食べたい。チョコ食べたい。お腹空いてきた。ね、わかる。やばい。何時から始めたうちの話。18分私はね。チョコじゃなくて、じゃもう45分やったのか。それやめる。やめますね。やめますか。そうですね。てかもう9時なんだ。ね、わかる。寝る時間でしょうか。早く寝なきゃダメでしょ。あーちゃんの寝る時間だよ。え、あー全然夜遅く寝るよ。嘘つき。早いよ。嘘つき。嘘つかないで、うちらも目の前に。あ、それはそうだけど。君たち不眠症。それはそう。え、でもたまにね。あ、まだほどじゃない。え、あーでもたまに3時に寝るよ。早いって。3時はさ、3時が早いわ。3時が早い。おかしいでしょ。3時が早い。あ、分かるわ。私もね。いや、もうやだ。青のさ、青がおかしくなっちゃう。それは早い。今日めっちゃ早かったじゃん。まあめっちゃでもないけどさ。早かったね、比較的。私たちの中ではね。まず久しぶりに。だって青今日、昨日12時くらい。え、朝やん。12時とか。やば。早い。全然。この分ありがとうございます。朝6時とかだよね。青ちゃん、普通だよ。ありがとう。いいな。マジでさ、いい毎日さ、まだこれから朝起きて電車乗って、満員電車乗ってさ、会社行くとかさ、信じられない。偉いよ、みんな。偉すぎる。本当にすごい。え、でも青ちゃんと朝起きて学校行く。偉いって、それ偉いんだよ。偉いよ。なんでこの前、ね、人生で初めて遅刻したの。雪で。あ、それはしょうがない。それは大丈夫。え、寝坊したことないの。ない。偉。なんか起きれるってこと。え、それって歩きで行くの。まあいろいろ。そこは濁してた。まあいろいろ。わざわざ。さっきなんか何でもしたよ。なんでそのわざわざ。仕掛けちゃった。まあいろいろ。まあいろいろ。北前進とかね。え、なんで起きれるの。北前進とか一輪車とかね。なん起きなきゃ終わるから。起きなきゃ怒られるから。いや、わかる。それわかるけどさ、でも起きれない時あるじゃん。アラームかけとくってこと。一個で起きれる。もう一個は無理。例えばじゃあ6時半に起きるとするじゃん、6時から6時10分、6時20分、25分ってかける。え、でもそれ過ぎた後もかける。うわ、あ、分かる。共存できない。分かるけどさ、でも6時にかけるやん。6時にかけて6時に起きて、でも6時半に起きようと思ったらさ、6時半まで寝ない。だから寝るんだって。だから寝るから、ね、だから青は、あの5度寝くらいの計画を立てて寝るの。あー、ちょっとでもそれは私そうかも。理解できない。絶対理解できない。そうすると、あの一回パッと起きるのはむずいから、あのだんだん目を覚ましていく。それで、あ、ちょっとでもそうかも。私もやってみてください。まだ寝起きいいんだわ。分かる。まだも寝起き。でも寝られないんだよね。
一緒だ一緒だよ。青は寝起き悪いね。わかんない。悪いで、夢にはショートスリッパーって言われるけど、えマラマショートスリッパー、めっちゃわかんない。 VCT ショート多くない？わかる。え、何時間見る？めっちゃわかんない。マラマもう3時間で大丈夫ありえない。3も流れた、3分の1。ええなんで今配信してんの？帰った方がいいよ。帰りな、それここでね。確か、うん、やば。今多分夜公演の埃ぐらいで倒れてる。わかる。なんかさ、昼夜逆転するから、なんかもしなんかなんていうの、そのあ夜寝れなかったなってなった時、そのまま仕事行く人いるじゃん。うんうん。あ、1日分ずらしてとか、その仕事行くとか、仕事行くまで時間あるけど、うん、今寝ちゃったら起きれなくなるから、うん、みたいな人いるじゃん。私それ信じらんなくて。るよ。とりあえず寝れるならギリギリまで寝るよね。わかるわかる。昼夜逆転とかどうしようもないし、うん、寝れるなら寝る、寝るなら寝る。そうだよね。違う。違う。頼まないんだね。生活ミス。まあ、でも選ぶ。でも昼寝せたい気がする。うん、かわいい。昼寝。昼寝。いやまあ高校生のうちにその卒業しちゃうから。確かに。でも逆に言うとそのままその進学先でもその店舗が守られるわけじゃん。ね。まだいいんじゃない。非常に。今私たちがさ卒業してさ、じゃあ進学しますとか言ってなった時にもう大変よ。そりゃ分かる分かる分かる。だよね、一限目から受けないの絶対。普通の会社とかもそうじゃない？あの私たちいろんなサイクルがあるからさ、うん、なんか午後の日とか夕方の日とかあるけど、普通会社多分同じ時間じゃん、うん、そうそうそう、朝何時半とかね。 そう、それができるのかっていう、ね、絶対に無理。当たり前のことだと思うんだけど、え、でも人って絶対しなきゃいけない時絶対できるから。たまに失敗してんじゃん。確かに学校は確かに行ってた、うん、そうやって、うん、ね、できてたもん。できてるからできなくはないけど、うんうん、でもだから今できないのはあれだ、できてないとは言わないけど、うん、あれだよね、そのバラバラなのが悪いよね、うん、そうそうそう、規則な生活移動。そうそうそう。だって私地元 NGT 入る前さ、うん、目覚ましかけないで起きてたり、いつも起こしてました。うん、時間になったら自然に起きるの。すごい。 NGT 入ってからもしばらくあったの、なんか、うん、寝る前にあこの時間に明日は起きると思ったら朝起きれんの、その時間に。すごい、一緒じゃん。同じこと言ってる。確かに。私も寝る前にその時間を想像すると大体そのくらいで起きれる。まあめっちゃ疲れてる時はできないんだけど、たまにできるよね。疲れてるときほどアラームかけないでしょ。うん、かけない。マジほんと充電もしないでしょ。そう、充電もない。そう、充電してるの。やば。実家行ったときはマジで母が起こしに来た。そうそう、それもある。え、でも今実家行ってもさ、起こされない。だってそれはだって、うん、起きる必要ないじゃん。わかる。めっちゃ起こされる。実家帰ったら一緒に起きる。何でお休みなのに。違う、なんかママと寝るから家で。あ、そうなの。そうなんだ。実家帰ったとき布団からすよっつって。あ、そう、ママ起きてって言われる。かわいい。いや、そう、でもむしろだからこっち新潟来て一人暮らしし始めてから一人で起きるようになったわ。逆に、うん、実家にそれしないで。ごめん、首がここって。いや、それこそ青と同じ方式。6時半に起きるとしたらもうずっと鳴らしていて、予備もかけといて。でもひなちゃんの良くないとこってマジでギリギリまで寝ちゃうの。へえ。避難所泊まりに行って一緒に仕事行くとき、あ、もうガチ焦んの。めっちゃ焦って。え、何分前に起きるの？集合だとし、じゃあ集合が5時だとしたら早すぎ。え、うんと、あ、家出る何分前でいい？うん、家出る10分前に起きるの？多分ちょっと嘘、7分とか。もっとギリギリ、うん、まあガチで言うとそうのもん。この間だってさ、なんかおしゃべり会の日だったらさ、うん、なんか家出る10分前ぐらいにお風呂入っててピンポンしても出てこなくて。あ、そうそうそう、大丈夫。ひなちゃん寝過ごしてんのかと思ったら、ごめんお風呂入ってたって言って。心配になる、心配になる。そう、いや、そうなのよ。1時間でギリ、40分ぐらいでギリか。そういうのしっかりしてるだけで、意外に、そうそうそう、ギリギリで生きてる。知らなかったわ。こ、怖だって。こ、そうなんだ。そう、いろんな時間だからね、私たち。いや、本当大変なんだ。なんか私も本当はもっと余裕を持ってさ、余裕を持って集合したいの、うん、気持ち的には、うん、そんな。でもなんかできないよね。後回しにしちゃうんだよ。なんか、わかるよ、物事、うん、だから宿題も8月31日に詰め込むタイプだから。うわ、それはまだまだわ。それでできるのがすごい。いや、わかる。できちゃうから、うん、私痛いの見てないから、うん、そういう、できる自信ないの。わかる、できる自信ない。眠くて寝ちゃう。
今初日にオールしてるの最初にやっちゃう派そうだって夏休み明けてから書いた読書感想文が県の県じゃねえわ学校の代表になったもんそこ意味わかんない得意そうでも読書感想文わかる得意そう当時一番に日本語できてたからねえまず翔さんが一番日本語できてた翔さんとは言ってない中3かな小学校の時文章力あったわなんか勉強してないとどんどん今どんどんさスマホでさよく歌詞を作っちゃうからさ、うん、多分何か書けって言われたら分かる本当に小学生だけしかできない学校とかさすごいなんかそうなってる最近あこうタブレットとかなんかもう出席のなんか出席名簿とか、うん、なんか何パーセント出席できてるかとか、うん、もう全部なんかパーセンテージで見れるんだよ、なんか時代を感じる。わかる。時代感じる。あと課題出してるかも全部なんか見ていっちゃう。時代感じる。でママに共有されちゃう。え？いい。楽しい。そう繋がってるんだ。じゃあ弟が小6でさ、で今学校って何やってんの休み時間って聞いて、やっぱイメージとしてはさ外で遊ぶ鬼ごっこじゃん。寿司だっつって。寿司？寿司だ。あのキーボードで打ち込むやつわかる？あーあー待って懐かしい。わかるわかる。流れてくる寿司で例えばなんか、うん、かる手まりとか書いてあって、うん、キーボードで手まり来る前にいつもタイピングのやつ。そうタイピングのやつ。やあれを休み時間にやるって。なんで？小学それはやってた。けど休み時間にはやってない。タブレットみんな一人一人一台支給されてんのよ。小学校で？小学校で。タブレットはすごいわ。そうだからなんか総合学習みたいな時間で YouTuber やってみましょうって。時代よ。実際投稿するわけじゃないけど自分たちで動画を作ってみなさいって企画してみたいな。すごいね。やってて。YouTuber になる人。専門学校通ってる？あ専門学校通ってる。あ弟？小学校。小6にして？YouTuber の専門学校。普通に公立の小学校の。だって私たちもまださ若いわけじゃん。なのにこんな数年でさジェネギャ感じるのやばくない？すごいよね。え？嘘でしょ？そうなのよ。面白い。Twitter で言ったらバズりそうな話だよね。寿司だ。すごい時代感じたね。まとめに入ろうとしてる？うん、まとめ。何してたのみんな小学校の時の休み。ずっと遊んでた外で。ドッジボールとか。やばい。サッカーとか。体育館とりあえず。キックベース。体育館ベース？体育館と校庭です。でも校庭って大体さ男の子がさサッカーとか。サッカーやってた。から。何してたっけ？鬼ごっこ。体育館はバスケとかもやった。マジずっと遊んでるよね小学生。関係ねえ。関係ねえ。関係好きだな。ね。鬼ごっこやってたね。あと高鬼なんだっけ高鬼なんか分かる。あ高いところのジャンケンジやってた。懐かしい。ケイドラやったわ。あとさ小一の時までさあの家族ごっことかしてやって入ってた。家族ごっこめっちゃ綺麗だった家族ごっこ。絶対犬でしょ。え絶対犬でしょ。犬かなプリキュアとかだったら横にいる妖精。分かる浮いてる。いいじゃん。ずっとやってた。すごい嫌だ。ごっこ遊び好きだった。妖精ごっこしてた小1、小2ぐらいまで。かわいい。だからプリキュアごっことかしてた。あとね、月自由帳を一冊全部まるまる漫画書いてた。すごい。だから絵うまいんじゃない？いや全然下手だよ当時は。1は10ページを何作も作って月ってやって。その時からそういうなんか絵の才能とか絵は下手よ。だけど好きだった。そういうのがすごい好きだからできるね。爪が折れる。妄想好きだったんだね。妄想が好きだどういう自己紹介それ小学校の時妄想好きだったそれ MC で言ってほしい。わかる。妖精ごっこもなんか妄想自分で考えてそうプリキュアとかそういう既存のもんじゃないの。いやでも大事だと思う。すごい妄想力って大事。マジでマジで本当小学校2年生くらいの自分がはるちゃんに見えるよね。うんそれはそれであれだけど。あ似てんの、ね、ちょっと向かう。あでも確かにはるかの道は結構みんな通る誰しも。何まだ途中なの。まだ成長過程あ過程中なんかそうそうそう確かにはるかの道は通った。マジ黒歴史っても過言じゃないけどいっぱい書いてた。うん意外と面白い話もあったりする。小学校なんてね無限大だよな。ねえ懐かしい小学校か。小学校に戻りたいな。パリーは大丈夫待って
小さい頃の将来の夢は、まあ、リアルに、うん、何も覚えてないんだけど、ちゃんと物心あった時は、うん、の一番最初は思い出した、お医者さんだった、まあ、保育士だった。でも聞いて、青のお医者さんになりたいと思った、うんうんうん、ヘリコプターに乗るお医者、ドクターヘリ、救命救急救命のやつじゃん、ガッキーが出てたやつでしょ、影響されまくる。ああ、そうすね。安心して、今ビフォーアフター見て建築でいいんだよ。ああ、あさ、ビフォーアフターめっちゃ好きだった。だからそれじゃさ、すごいよね。前さ夢とした。絶対した。そしたらね、夢が小学校の頃だったんだけど、弟にパクられて、弟の卒業アルバムに建築家って書かれて、悔しかった。のビフォーアフター。めっちゃビフォーアフター好きだった。好きだった。じゃあ今ってもうやってないの？確かに見てない。今の小学生じゃ知らないってこと？知らないんだ。なんか知恵の輪やってるみたい、うん、カチカチカチ。そう、私将来の夢何だったの？え、なんか横綱だったの。本当に？そうなの。どういうこと？いや、もっとちっちゃい時だけど、 あれってちっちゃい頃の夢か、今のあれかと思った。なんで今の夢？なんで横綱になりたい？だから、え、横綱になりたい。同じことでアイドルをしてるのじゃないよ。もっとすべきことがある。ちっちゃい頃のあれね。ちっちゃい頃横綱になりたくて心配した。ああ、ね、そう、ちっちゃい頃はね。でもなんかだんだんさ、幼稚園の時とかさ、うん、なんか周りを気にしだしてさ、うん、ケーキ屋さんとかも行ってた。あー、ケーキ屋さん、花屋さんは一回そういう店みたいな、なんか合わせるよね、その時。パティシエって書いてたもん、マナも。あー、パティシエ多いよね。ママに絶対嘘じゃんって言われる。わかる、絶対嘘じゃんって。あの、男子だったらサッカー選手みたいな。あ、そうそうそう、で AKB になりたいってめっちゃ多かった、本当に。あ、そうなんだ。めっちゃ、みんな外れに立ちた、幼稚園とか。幼稚園、幼稚園、幼稚園、すごい。幼稚園だって2011年とか10年とか。幼稚園、若っ、若すぎる。ちょっと今感じたわ、それ。でも確かに、小学生になるとアイドルなんてなれるわけないとか、アイドルむしろアンチ派が多いのよ。現実っていうかね、そうそうそう、まあ、遠い夢の話みたいな。いや、アイドルとかぶりっこしてるだけじゃんみたいな生きがる時代なのよ、小3小4って、そうなんだ。分かるんだよね。だから、まあ、中学夢に書かないの、 AKB とか、うん、でも幼稚園はもうキラキラしたもの大好きだから、まだ、ね、あー、いいね、素敵。私、芸能人って書いてた。よー、かなってた。幼稚園、うん、幼稚園はキュアアクアって書いてた。めっちゃ具体的。あ、もうキュアパッションって書いてた時ある。待って、若すぎる。キュアパッション、ね、キュアパッション、キュアパッション、あの赤いやつ、こっちなんで曲がる、こうやってな、あ、そっちね。なんかいろんなとこと通って、タレント、歌手、アイドル、声優、女優全部通って芸能人って言ったら、なんかさ、こう小学生って芸能人って、うん、くよね、意味わかんないから、うん、芸人さんだと思う。あー、お笑いの方ね。そう、芸能人ってイコール芸人だと思ってるから思われてたってこと。お笑いが、お笑いやるのいいのじゃん。なんかもっと足りないんじゃない？ありがとう。パーツが面白い。でも一回学校の先生も今の記念でさえすればいいかったかな。でもなんで学校の先生通ったかっていうと、普通に授業を受けてて、私この先生よりもうまく授業できるなって、マセガキがね、若い時に思ったわけ、ね、あ、そう、若い時に、小学校で、なんかミユもね、学校の先生言ってたね。分かったから、ここに休めばいいんじゃない。あー、ミユもね、似合いそう。絶対できない、学校の先生。分かる、できない。すごい、ね、こんばんは。ありがとう、ありがとうございます。できるか分かんないけど、え、もうあと将来さ、これこうやって押さえてもらって、今なんて書くの？じゃあ将来夢って、確かに少ない、うん、私唯一無二の表現者だけど、かっけー、かっこいい、ね、惜しい、惜しい、絶対惜しい、ねえ、絶対に惜しい。面白いね、日の。え、でもすごいと思う、なんかそういう具体的なのが自分で言って、自分で全然具体的じゃなくない？具体的だよ、言葉に表せるだけ。すごい、なんか近い未来じゃん、なんか、まあ、でも、なんか将来で、なんかっぽくない、表現者だし、その将来って、ね、職業じゃない、職業にとらわれたくないなって、うん、いやでもこういう人でありたいみたいな。そうそう、なんか女優さんとかでも簡単に言えるけどさ、でもさ、女優さんってさ、別になろうと思えばさ、じゃあちょっと舞台頑張って出ますとかさ、全然ちっちゃい舞台で、でもこんな感じだと思うから、なろうと思えば女優ってなれるじゃん、だからなんかそうではなくて、そうなくて、どういう人になりたいか、なんかずっと表現、何かしら表現して自分の表現。私ですか、私の将来は、お会いします、うん、秘密、恥ずかしいので言えません。恥ずかしいね、おっちゃん。けど勉強しなきゃいけないので、ミラチーヤ、はい、させていただけると。ね、どうする、何分まで、ね、
普通に1時間はやったよ。多分チョコありがとうございます。あ、あれどこしてんの。あ、よかったよ、おめでとう。どこの明日、明日か、どこの明日か、聞いたい聞いたい。いや恥ずかしくないですけど秘密なんだよね。でもさ、でもすごい、すごい、いい感じ、軸かってていい感じ。ちゃんとちゃんと中学校ぐらいからすごい家ベトブルブルに見えるの私だけ。え、ひのって家ベなの。うん、じゃないよね、うん、髪色じゃない。手がすっごいイエベなの、どっちもいける。見てこの手のひら、メイクはこれ全部ブルベだよ。すっごい手のひら見て、イエベた、見てこの手のみかん好きそう。イエベの手してる、イエベの手してるけど私ブルベの手。めっちゃそうだね、うちらも見せよう。でもなのにメイクするとどう、うちらなんか青がブルベに見える、うん、マジ。マナがイエベなのは主役として、でユメタがブルベなのはもう分かってるから、あんまり手のひらまあでも、うん、うちありがとうございます。マジイエベなんか分かんないんだよね。でもパーソナルカラー診断してみたい。どっちもいけるじゃん、ちゃんといきたい。マジそうなんじゃない。あと顔タイプも知りたい。してしてくる顔タイプだって自分でできるよ。できないよ。できるってやって、じゃあ今度。多分フレッシュだよ絶対違う。フレッシュな、クール系じゃないの。すごい治ってる。フレッシュじゃなくない。フレッシュってさ、ありがとうございます。私フレッシュだよ。あ、ひながマナがかと思った。マナもでも近しいと思う。絶対フレッシュじゃない。大人顔って何、クールってこと。あ、大人。はい、ということで、なんかここが短い人は子供顔。あー、まあでもどっちも、私なんじゃないかな。ということで、そろそろ、そろそろだね。ね、終わりにしましょう。ランクイング読みます。ランクイング、じゃあ夢から、はい、最後日ので、はい、はい、いきます。13位、 MS0513 さん、ギリタンシオさん、 MS0513 さん、ケンジさん、チュウさん、ありがとうございます。ジュニテンチーさん、ワンワンさん、シラタンさん、ニグスさん、サトシオンさん、ありがとうございます。リッチマキアトさん、浅田ルイさん、青森からさん、デコプニさん、星太郎さん、ありがとうございます。ジュイポンキッチさん、竹蔵さん、ハルさん、佐藤ハブオさん、突破球さん、ありがとうございます。9位シンゴさん、埼玉のシュウさん、おせきさん、ニスタムさん、くじちぃさん、ありがとうございます。8位ヒンジーさん、トムホテイトさん、マイケイさん、ゆういちくんさん、ベロさん、ありがとうございます。7位フィルマイカタグッズさん、ムラムラさん、ジンさん、すぐさん、赤もいちのターボーさん、ありがとうございます。6位ぼっちこちゃんさん、さがしゅういちさん、フレッシュみよりんちゃんさん、マスルさん、はやどり、はやどり、5位まこちゃんさん、こうすけさん、ぽんぽんさん、コバさん、シンさん、ありがとうございます。4位ゆきさん、シンさん、エミさん、シンちゃんのささん、ひよりげたさん、ありがとうございます。3位ハムヒロさん、キンウソクさん、キンダーさん、エチゴンさん、さあ、トウゴさん、ありがとうございます。ニナンちゃんさん、リョウスケさん、ヨックンさん、タカシさん、昔からおじいさん、ありがとうございます。1位マイモミさん、リョザエモンさん、アジアさん、ワードのカズさん、シンチャロスさん、ありがとうございます。パワーもありがとうございます。応援コリー、また明日ゆっくり振り返り配信するんで、よろしくね。よろしくね。今日はもうちょっとおやすみ村、おやすみ村、おやすみ村。